カシラ D の登場人物では、シ野ノ一の漫画作品、カシラ D に登場する人物及び登場車両について説明する。一部のキャラクターは、ゲーム、アーケードステージシリーズ及びドラマ CD のみに登場。なお、人物名のみはアニメなどに未登場。シリーズは原則としてアニメゲーム初登場時、ゲームに出た登場人物の登場車種は、 ゲーム内のものに準拠する。年齢と学年は連載当初。第2部は連載当初より1年後となる。新劇場版と特記されている場合は2014年以降に制作されたアニメーション映画版3部作のことを指し示す。実写版と特記されている場合は2005年に制作された香港日本共同映画、頭文字 d t h e m ー v を指し示す。イカホ温泉の近くにある豆腐屋。 秋名湖畔のホテルで朝食に出される豆腐を納品するため、毎朝4時頃に配達に出ている。スピードスターズの拠点、秋名山のモデルである、春名山、池谷孝一郎が立ち上げた、走り屋チーム。本格的なドラテク追求の場ではなく、車好きの連中が集まった、同好会。表向きは、秋名最速を自称しているが、お世辞にも実力は高いとは言えない。 肝心のバトルに関しては、正式なメンバーではない匠頼りという状態である。第2部以降、チームとしての活動はほとんど描かれていない。原作、アニメでは、大人数のチームだが、新劇場版ではまだ加入していない木を除くと、メンバーは4人しか登場しない。実写版では池谷が、モブキャラクターとしてしか登場しておらず、代わりに木がリーダーとして仕切っている。原作、アニメ、 新劇場版でチームステッカーのデザインが違い、アニメ版のチームステッカーはオリジナルキャラクター、カツラギミカがデザインしたもの。もともとはフリーの走り屋だった高橋良介が関東最速プロジェクトのため優秀なメンバーを集めて作ったチーム。原則的に地元赤城山でのバトルはどんな相手でも本気を出さずに勝てるという理由で完全拒否し、 敵地に乗り込んでのバトルを主体とする。その活躍の場はサーキットにも及び、プロのチームからも注目されているほか、地元松田ディーラーにも名前が知れ渡っているとされる。1軍と2軍に分かれており、1軍ではサイドブレーキを使ってのドリフトを禁止している。プロジェクト D は、この赤ギレッドサンズを設立母体として、県外遠征、関東完全制圧を目的に1年間のみ、 限定で活動する群馬県内選抜チームである。サポートカーとして日産、バネットを使用。なおプロジェクト D では、立智幸とのバトルを除き、後追いが先行を追い抜くか、先行が後追いを引き離せば、勝ちと決着がつかなかった場合、先行後追いポジションを入れ替えも一本言う、先行後追いバトルを取っており、スタート時のポジション選択権は対戦相手に与えている。 こちらもスピードスターズ同様原作とアニメでチームステッカーのデザインが違い、新劇場版でもチームステッカーのデザインが根本的に一新されている。妙義ないとキッズ柄の悪い連中が多い走りや集団、リーダーの中里とメンバーの信吾による派閥争いが激化しているが、いざとなった時の結束力は高い。同じ群馬エリアでは赤城レッドサンズや、 アッキナの86の方が走り屋の間では有名であるため、チームとしての評価はあまり高くない。シンゴと砂雪が幼馴染みのため、薄い峠の二人組インパクトブルーとも進行がある。こちらもスピードスターズ同様原作とアニメでチームステッカーのデザインが違い、新劇場版でもチームステッカーのデザインが根本的に一新されている。 神奈川最終戦では、中里武史、正治慎吾がギャラリーとして再登場する。インパクトブルーインパクトブルーのホームコースである、薄い峠二人組の女性走り屋。薄い峠最速と歌われ、地元では誰も勝てないと恐れられている。マシンの色が青であることから、インパクトブルーと呼ばれている。なお、インパクトブルーというコンビ名は、外伝。 インパクトブルーの彼方に、が、書出で、本編では故障されていない。原作、アニメ版、新劇場版では、チームロゴは存在しないものの、パチスロ、頭文字 D では、インパクトブルーというステッカーを車に貼っている。神奈川最終戦で二人とも再登場する。エンペラーエンペラーのホームコースである日光いろは坂、三菱、ダンサーエボリューションのワンメイクチーム。 リーダーである、須藤一慶一の高橋良介へのリベンジを機に、群馬エリア侵攻を企てる。彼らには特有のルールがあり、敵地でのバトルで勝利するために一慶一が考案した、作戦パターンイコールシミュレーションが1から3まで存在する。3については特に注意が必要な相手と戦うための、作戦とされ、藤原匠と高橋良介のバトルでも使用された。 アニメでは良介に対して専用の作戦、シミュレーション X を用意している。スタート時にカウントを取らず、馬力が低い方の車が好みのタイミングで発進し、もう一方の車はそれに合わせて発進する、スタート方法を好んで用いる。チーム内ではこれをハンディキャップ方式と呼んでいる。神奈川最終戦では、須藤一慶一、岩木誠二がギャラリーとして再登場する。 秋山兄弟小丸峠匠86の新エンジン乾燥とほぼ時を同じくして埼玉から群馬にやってきた兄弟。プロジェクト D の遠征先のライバル、秋山信彦は彼らのいとこである。小歌手は親子、アニメフォースステージでは、河合淳郎対高橋圭介、スマイリー坂井対高橋圭介のバトルはカットされている。後に発売したバトルステージ2に収録。 セブンスターリーフ SSR が拠点とする騎士を、もみじライン略称は SSR。なおフォースステージサウンドファイルズトラック3の曲名では、セブンスターリーフと表記されている。アルテッツァの二人組版外編、ウェストゲートや、OVA 作品である、頭文字 DX トラステージに旅立ちのグリーンに、登場した二人組の男。登場は二回と少ないが、 ギャグ的ながら唯一転落事故を起こしてしまっているなど、東京の二人同様典型的な憎めない悪役とも言える。時系列上の登場が、東道塾との対戦前であるため、便宜上ここに記載する。なお、ウェストゲートとエクストラステージ2ではドライバーが逆になっている。東道塾、東道塾のホームコースである、遠野道路、カーショップ、東道商会の社長が、 車好きの若い顧客を集めて開校したドライビングテクニックの特訓教室。ドリフト流行の時代に逆行し、速さだけを追求するセミプロ級の走りや集団で、元熟成のプロレーサーもいる。その実力は、元熟成である須藤が遠征時に対戦を避け、凌介からも須藤級の猛者がゴロゴロいると評されるほど、社長が ホンダ等であることから、熟成の多くが、ホンダ車を使用している。パープル車道線では、二宮大輝と堺井が、神奈川最終線では二人に加えて、立智之が再登場する。東京から来た二人、東京から来たと名乗る、車オタクら式指名、年齢とも不詳の二人組。登場したのは一回きりでありながら、ゲームでは、頻繁に登場しており、常連の、やられ、キャラである。 また、ゲーム、アーケードステージ、ゼロバージョン2では通常チャプターでは登場せず、2019年12月12日から開催されている、東方プロジェクトとのコラボチャプターイベントで登場し、自身の愛車であるシルビアの外装も、東方プロジェクト仕様となっている。ゲーム、アーケードステージバージョン2等の一部場面では、東京の2人、バトルステージ2では、オタクと表記されている。 秋山信彦のチーム、サダミネ峠、サダミネ峠を拠点とした、岩瀬京子や秋山信彦、斉藤が所属しているチーム。チーム名は記載されていないため不明。後に、カプチーノのドライバー、坂本や、信彦のいとこである、秋山渡るなどを加えた、埼玉北西エリア連合チームを組む。埼玉北西エリア連合チーム、プロジェクト D の埼玉新駅に対抗するために、 秋山信彦の発足したチームで、秋山渡も在籍。マセトウゲで、プロジェクト D を迎え撃つ。バトルが終わった後は、埼玉エリアに現れたプロジェクト D の偽物の情報を集めるなど、プロジェクト D に協力している。後に、神奈川最終戦で信彦含め3人で再登場する。土坂のランエボチームエンペラー同様に、ランサーエボリューションのワンメイクで、 メンバー数は5人程度の小規模チーム。チーム名は記載されていないため不明。プロジェクト D を倒せば、車を仕上げたショップから、多額の金をもらえるという動機のもと、卑劣な手段を使って、プロジェクト D を追い詰める。パープルシャドウゴッドアームゴッドフットの異名を持つ、ジョージマトシアと、星野義蔵を筆頭に発足したチームで、東道塾とは、 ジムカーナやサーキット走公開等で競い合っているライバル的存在。チームの略称は PS。茨城県内に系列のチームをいくつも持っている。原作とアニメとではバトルの順番が逆になっている。チーム名はパープルシャドウだがプロジェクトディートのバトルを行ったのはパープルラインと隣接するフルーツラインである。ゲーム カシラ文字 D アーケードステージ5にて先行登場し、アニメ、フィフスステージでも登場。アニメ版5期、フィフスステージは2012年11月9日より放映が開始され、直前の11月4日には先行放送も行われた。偽プロジェクト D タクミとケイスケになりすまし、埼玉に現れた二人組、86トレノと FD3S に、 プロジェクト D と書かれたステッカーを貼り、同様にプロジェクト D とプリントされたお揃いの T シャツを着ている。プロジェクト D の人気を利用し、女の子をナンパしていたが、二人の見た目は気に、デブデブサイクと言われるなど、本物の匠とケースケとは髪型以外は大きく異なる。ドラテクム本物には到底及ばず、ドリフトすらしたことがない。偽匠が上原美香の友人、 トモコをナンパしたことが、きっかけとなって、プロジェクト D の包囲網に引っかかり、きついお給を据えられることとなる。原作、アニメともに走り屋としての描写はなく、バトルシーンもないが、ゲーム、アーケードステージシリーズでは偽、匠のトレノに二人で登場し、偽プロジェクト D としてバトルする。5では、秋名古のライバルとして登場し、6から8では、隠しステージでのみ、バトル可能。 チーム246ヤビツ峠ダウンヒルスタート地点の神奈川中央交通バス停留所プロジェクト D の進行を阻止するために考案した4段階の防衛ラインの第1の防衛ラインチーム名はヤビツ峠への入り口となる国道246号に由来レーシングチーム片切りストリートバージョン長尾水道プロジェクト D の進行を阻止するために構成された 第2防衛ライン。プロジェクト D を箱根で迎え撃つ。ストリートバージョンとは、峠で皆川や海が走る際に故障されるものである。作中では、レーシングチームを RT、ストリートバージョンを SV と表記されることがある。アニメに先駆け、チームスパイラル、池田隆二、奥山博成、サイドワインダー、北条剛、し、久保栄治、死神、 工場ンがゲームに先行登場。犬井真治は、アーケードステージ 6AA には登場せず、アーケードステージ 7AAX にて登場。チームスパイラルスパイラルが拠点とする神奈川県道732号、湯本元,元箱根線プロジェクト D の進行を阻止するために、構成された第3防衛ライン。チームメンバーはおののに、ナンバーが割り振られている。池田によれば、 峠の時計団としての一面を持ち合わせているとのこと。サイドワインダー神奈川三大勢力の一つで、四段階の防衛ラインを、考案指揮している。プロジェクト D の実力を見極めるため、走行タイムを第一のラインから計測している。死神 GTR 北条林が拠点とする、箱根ターンパイク、箱根小田原本線。ありがとうございます。